叶姉妹降臨みたいな感じになって、うん、すげえってなって、ちょっとなんかリンクしないじゃないですか。しない、全然しない。金持ちセレブみたいな、はいはい、人たちばっかり相手にしてますよねっていうところがめっちゃ怖えと思われてって思っちゃいました。なんか叶姉妹とかが、はい、叶姉妹わかりますか？わかります、もちろん。叶姉妹が出展して、はい、え、あ、そうなんですか。大ブームというかめちゃくちゃ話題になって、でなんか叶姉妹ってオタクってイメージないじゃないですか、はい、ないです全然。でも叶姉妹降臨みたいな感じになって、うんうん、すげえってなって、あ、まあ、しかもあんな有名人なのになんか特別扱いをされずにちゃんと申し込んで、そのブースを取るのがなんか結構狭き門なんですよ、はいはいはい、抽選とかで、でそこに行ってちゃんと並んでちゃんとそのブースを作って手売りをしてましたみたいなのがすっごい話題になって、はい、でなんかすごいファンが多分増えたんだと思うんですよ。そこからか、だからその行ってそのお宅から指示を受けて、はい、すごいねこの人、ってなったりとかして、はい、あの評価が上がったんですよ。叶姉妹とオタクってちょっとなんかリンクしないじゃないですか。しない、全然しない。金持ちセレブみたいな人たちばっかり相手にしてますよねっていうところがそのオタクに降りてきたみたいな、私たちの目線に立ってくれたみたいな感じで、わーってマーケットが広がって、オタクマーケットで一定の支持を受けてるんですよ。ギャルも行ってみるといいんじゃないですか。もうギャルとオタクって対極なんで、はい、めっちゃ真反対ですよ。めっちゃ怖えと思われてますってなっちゃいますじゃあ私もちょっと怖いんで一緒に行きませんか。いやだよ、なんで俺関係ねえじゃん。いや俺は行かねえけど、自分で何人かギャル誘って行ってきなさいじゃあもう分かりました。俺は行かねえよ。なんかね、はい、すごい場所らしいよ。俺も行ったことないから、はい、あれだけどめちゃくちゃ暑苦しい場所らしい、はい、なんかの作品をちょっとギャル系の何か、何でもいいんですよ別に。グッズとかでもいいし、アパレルとかでもいいんですよ。え、頑張ってみようかな。じゃあ意外と親切で、意外となんかちゃんと声かけてくれるんだなみたいな。ギャルって怖くないんだなみたいな。確かにそこからですよね、うん、だって彼らが多分一番怖がってますよ、はい、私たちなんかに気軽に声をかけてくれないんじゃないかとか、好きなんですって言ったらなんかちょっとはみたいなこと言われてって思われてると思いますよ。やっぱね、あえてその対局に踏み込んでほしいですね。ギャルがコミケに出店みたいな